おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、最近私、いろいろな動物の肉を食べるのにハマってるんだが、霊夢は何肉が一番好きなんだ？私も獅子肉や熊肉などいろいろな肉を食べてきたけど、やっぱり牛肉が一番好きね。そうなのか。実は私も牛肉が一番好きなんだぜ。それにしても人間って本当にいろいろな肉を食べようとするんだな。獅子肉や熊肉はまだわかるが、中国では犬の肉を食べる犬食文化があるみたいだしな。愛犬家の私にとっては考えられないぜ。本当よね。文化の違いによって食べられる動物肉は違うみたいね。人間が人間の肉を食べるカニバリズムというものもあるみたいだし。だから、人間が人間の肉を食べるカニバリズムというものがあるのよ。ええ？人間が人間の肉を食べる。それって本当にあるのか？あるわよ。もちろんカニバリズムは宗教的にも倫理的にも絶対にあってはならないの。だけど、実際に人肉を食べたという事件は結構あるのよ。いや、理解が追いつかないな。だけど、その人肉を食べた事件は気になるな。霊夢、私にその詳細を教えてくれ。わかったわ。カニバリズムの事件は結構あるけど、今回は日本人がパリへの留学中に起こしてしまった有名なパリ人肉事件について解説していくわね。ゆっくりしていってねー。ではここから事件の概要を説明するわね。パリ人肉事件は1981年6月11日、その名の通りフランスのパリで発生したの。犯人はフランスに留学していた当時32歳の佐川一世。彼は友人であるオランダ人女性留学生を自宅に招き入れて手にかけたの。そして佐川は彼女の肉の一部を生で食べたり、調理して食べたのよ。この事件は世界を震撼させ、大きな話題となったわ。そんな猟奇的な犯罪を犯した佐川は逮捕後どうなったんだ？もちろん、こんな頭のおかしい事件を起こしたわけだから死刑になったんだよな。それが佐川は死刑にならなかったのよ。それどころか、佐川は裁判で心神喪失で、あったとして不起訴処分で無罪になっており、2022年11月24日に亡くなるまで、日本で普通に暮らしていたのよ。心神喪失で無罪になるなんて驚きだな。事件の詳細も気になるけど、その前に霊夢、佐川一世という人物について教えてくれ。どんな環境で育ったら、このような事件を起こす人間になるのか気になるからな。わかったわ。ここからは佐川一世という人間について説明していくわね。佐川一世は1949年、兵庫県神戸市にて未熟児として生まれたの。その大きさは父親の両手に収まるほどの大きさだったそうよ。さらに、佐川は1歳の時に肺炎にかかったりと、虚弱体質で生まれてきたのよ。そのため、両親は佐川が何歳まで生きられるのか心配していたと言われているわ。生まれながら体が弱かったんだな。そうなると両親は佐川に対して過保護になったんじゃないのか。そうなのよマリサ。両親は佐川に対して過保護だったの。さらに、両親は非常に厳格であったため、両親が決めた教育方針に従うしかなかったのよ。どれぐらい厳しかったんだ？例を出すとポルノ雑誌の禁止とかね。この類の雑誌は両親によって禁止されていたそうよ。思春期にこれはきついぜ。こんな抑圧された環境下だったから、異常者になったのかもしれないな。ところで、佐川はいつからカニバリズムに興味を持ち始めたんだ？きっかけは幼少の頃におじから聞いた物語らしいのよ。その物語は子供を誘拐し、鍋で煮込んで食べるという魔法使いの話であり、おじにより、何度もこの話を聞かされるうちに、人の肉の味に興味が湧いてきたみたいなの。ちなみに、佐川は3歳の頃から白人女性の白い肌に興味を持っており、白人女性の肉を食べたいという欲求が強かったと言われているわ。カニバリズムの対象が白人女性だったんだな。高校の時には佐川は、自分のカニバリズムへの興味に恐怖を感じ、自ら精神科医に相談していたらしいけど、まともに取り合ってくれなかったみたいよ。ここで精神科医が親身になって相談に乗ってくれてたら、このような事件を食い止めることができたかもしれないな。高校生の佐川はカニバリズムへの欲求を制御できてたみたいだけど、大学生になると欲求の制御ができなくなり、近所に住むドイツ人女性宅に人肉食目的で無断侵入したの。しかし、この事件は未遂で終わり、佐川はすぐに逮捕されたわ。この事件で佐川にはどんな罰が下ったんだ？この事件は父親が示談金を支払ったため、告訴はされなかったの。だから、佐川には何の罰も下らなかったわ。一体いくらの示談金を支払ったんだ？私なら1億円以上の示談金じゃないと告訴するぜ。それにしても、佐川はパリ人肉事件前にこんな事件を起こしてたんだな。そうなのよ。この時点で佐川のカニバリズムへの欲求はピークを迎えていたと考えられるわ。これである程度佐川という人間がわかったと思うわ。それではここからパリ人肉事件の詳細を説明していくわね。待ってました。よろしくお願いします。
佐川は1967年に大学院の修士課程を終え、1967年にフランスに留学したわ。フランスには当然人肉食の欲求の対象である白人女性が多く存在したため、佐川の欲求は強まる一方だったのよ。こんな欲求が高まったら、佐川はすぐに事件を起こすんじゃないのか。それが佐川は数年この欲求に耐えていたの。その欲求を勉学にぶつけたのか。佐川は1980年にパリ第三大学大学院比較文学専攻修士課程修了し、1981年には、同大学の博士課程に在籍するなど、勉学に励むようになったのよ。欲求を勉学にぶつけるなんて良いことだな。だけど、これは長く続くのか。このようなことは長くは続かず、佐川は1981年6月11日に例の事件を起こしてしまったわ。後に佐川はインタビューにてこの時には今度こそ白人女性の肉を食べなければならないという脅迫観念があったとコメントしているわよ。脅迫観念があったということは、相当強い欲求だったみたいだな。ついに欲求の限界を迎えた佐川は、同じ留学生である25歳のオランダ人女性を自宅に招き入れたの。佐川とオランダ人女性は当時親しい間柄であったし、彼女は佐川にドイツ語を教えるという目的で自宅に入ったため、彼女は何も疑わなかったわ。そして、彼女は佐川宅に入り、佐川がドイツ語の詩を録音してほしいと頼んだため、ラジオに向かって詩の朗読を始めたのよ。嫌な予感がするな。その詩の朗読の最中に、彼女は背後からカービン銃によって射殺されたのよ。そこから佐川は彼女の遺体を犯し、噛みついたり、刃物で各所を切り取って生のまま食べたらしいわ。また、後に佐川は乳房を含むいくつかの箇所をフライパンで焼いたと証言しているわ。これが佐川一世の欲求か。常人には全く理解ができないぜ。6月13日、遺体を食べて自分の欲求を満たした佐川は、遺体の一部を冷蔵庫に保管した後、バラバラにしてトランクに詰めたの。そして、ブローニャの森の湖にそのトランクを捨てようとしたところ、佐川を不審に思った散歩中の夫婦によって警察に通報されたの。一部始終を夫婦に見られた佐川は慌てて逃亡したわ。だけど、警察によってトランクが調べられた結果、2日には佐川は警察に逮捕されたの。これが事件の詳細よ。この佐川の逮捕によって事件が発覚したんだな。それで佐川はどうなったんだ？裁判にかけられて投獄したのか。それが違うのよマリサ。佐川は逮捕された後に精神鑑定を受け、心神喪失状態であると診断されたのよ。そのため、裁判では不起訴処分になり、無罪になったわ。精神病だから無罪って、被害者遺族からしたら納得がいかないだろうな。無罪になった佐川は日本に帰国するまでの間、強制的にフランスの精神病院に入院させられたわ。ちなみに、国税で入院生活を送っている佐川に対して、フランス国民の不満がたまる一方だったみたいよ。いくら無罪になっているとはいえ、殺人鬼のために国税を使うなんて信じられないな。そりゃ、国民の不満がたまるのも無理もないぜ。そんなフランス国民からの不満もあり、佐川は半分追い出される形で翌年の1984年にフランスから日本に帰国したの。そして、佐川は再び東京の精神病院に入院することになったんだけど、ここで驚くべきことがわかったのよ。なんだ、ここでの精神鑑定結果、佐川は精神異常者ではないことが判明したの。この結果を受け、日本の警察は佐川は精神異常者ではなく、人格異常者であり、刑事責任を問われるべきと結論付け、佐川を再度裁判にかけるために動いたのよ。具体的に日本の警察は何をしたんだ？日本の警察は刑事責任追及のため、フランス側に不起訴処分の捜査資料を求めたの。だけど、フランス側はこれを拒否したため、結局、佐川の裁判が行われることはなかったわ。法で裁けない殺人鬼になったんだな。ところで、佐川は入院生活終了後、どんな人生を歩んだんだ？警察の監視下に置かれ、四六時中牢屋の中とか過ごしたのか。約15ヶ月で退院した佐川は、マスコミから有名人扱いされ、小説家としてデビューすることになったのよ。その他にも月刊誌や夕刊誌の連載を持っていたり、講演会やトークショーにも、出演するなど、売れっ子小説家としての道を歩んでいったわ。罪を償わず、楽しい生活を送っているようで腹が立つな。本当に自分が犯した罪を反省してるのか。私が思うに反省はしてないと思うわ。だって佐川は友人から紹介された二人の白人女性と交流をしていたからね。全く反省してないな。というか白人女性は大丈夫だったのか。まさか、佐川に殺害されてはいないよな。実は白人女性は佐川の事件について全く知らなかったの。だから、佐川と普通に交流することができてたけど、ある日、彼女らは佐川の過去を知って絶句。すぐさま彼女たちは佐川との縁を切ったみたいよ。大丈夫だったようだな。よかったよかった。ところで、佐川の順風満帆な生活はいつまで続くんだ？
順風満帆な生活は意外にも長くは続かず、2001年頃にはほとんどの仕事が途絶えてしまい、佐川は生活に困って闇金に手を出し始めたわ。この辺りから両親の死や、持病の糖尿病の悪化など、佐川にとって不幸な出来事が続いたのよ。そして、そんな中、73歳の佐川一世は2022年11月24日に肺炎のため、東京都内の病院で息を引き取ったの。悪運の強い佐川一世も、肺炎には勝てなかったのか。それにしてもパリ人肉事件は本当に猟奇的な事件だったし、佐川一世の人生は興味深いものだったぜ。本当にそうね。2019年にはパリ人肉事件を撮ったドキュメンタリー映画が公開されており、第74回ベネチア映画祭で審査員特別賞を受賞してるみたいだから、マリサも気になったら一度見てたらどうかしら。その映画はぜひ見たいな。でも一人じゃ怖いから霊夢、一緒に見ようぜ。わかったわ。私も少し気になるから一緒に見ましょ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。